C 反応性タンパクは、肝臓の後両体タンパク質であり、体内で炎症反応や組織の破壊が起きている時に血中に現れる。急性期反応タンパクの一つ、肺炎球菌のシータ等体と結合するためこの名がある。c r p は、マクルファージと T 細胞からのいるマイナス6の分泌により、肝臓と脂肪細胞から分泌される。c r p は、 非細胞や細菌表面のリゾフォスファチジルコリンに結合し C19 を介して個体の古典的経路を活性化し細菌の要菌、凝集に関与する。CRP の酸性量は炎症反応の強さに相関するため結清中の CRP を定量して炎症反応の指標とすることができる。すなわち炎症が強いほど結清 CRP 値は高くなる。 日本においては、血液検査において、ごく一般的に計測される。細菌感染では上昇しやすく、ウイルス感染ではアデノウイルスなど一部のウイルス以外では、インフルエンザウイルスのように強い発熱を発症するものでも上昇は軽微である。つまり、通常の感冒では上昇しないことが多い。同様の疾患で、同程度の重症度の場合でも、CRP の上昇の程度には、 大きな個人差がある。そのため、CRP を標準値や他の患者の値と比較することは、あまり有意義ではなく、一人の患者の経過を観察するために有用な指標と言える。また、最近性感染の炎症開始から6時間程度は上昇せず、反応が遅い。炎症早期の指標としては、白血球の作法移動、白血玉数増加が有用となる。 また、日本以外では、炎症の指標として、一般的に用いられること自体が少なく、英語論文における指標は、もっぱら白血球に依存している。炎症反応の指標としては他に、赤血球沈降速度なども用いられる。ありがとうございます。